エラフスミヤマクワガタは、節足動物も昆虫湖昆虫目ク,クワガタムシ科に属するクワガタムシの一種。古い和名では、アメリカミヤマクワガタ、シカツのミヤマクワガタと呼ばれていたが、シカツのは種小名のエラフスに由来し、最近はこの名で呼ばれることが多い。北アメリカ大陸のオンタリオ湖周辺部が多く、 ミズーリー・ペンシルベニア・ミネソタ・バージニア・ノースカロライナ、ケンタッキー島の各州の森林地帯に生息している。木を登るオスコタイメスコ体形状は、ヨーロッパミヤマクワガタによく似ていて、幅広の頭部や、顎の形状もよく似ている。しかし、ヨーロッパミヤマクワガタだけでなく、日本のミヤマクワガタと比べても、全般的に小型であり、体長は大きくても70ミリメートル以下となる。見た目には、 ヨーロッパミヤマクワガタの大型個体をそのまま縮小したような印象を与える。アメリカ合衆国の4種のミヤマクワガタのうち他の3種と比べると本種は頭順も発達し最もミヤマクワガタらしい形状となりアメリカ合衆国産のクワガタ虫としては最大種となる。ヨーロッパや日本のミヤマクワガタに比べ全体に体色の赤みが濃く赤茶色になっている。 また、ミヤマクワガタ特有の体に生えている金色のの毛は薄いか、ほとんど生えてこない。メスも他のミヤマクワガタのメスの体色が黒っぽくなるのに、対し赤みが強いことが本種を他国の大型種との大きな違いにしている。アメリカ産のカシやシーなどの常緑紅葉樹の森を生活場所にしている。成虫はそれらの樹液に集まる。幼虫は 不食土や土化した木を食して暮らし、幼虫期間は小型個体で1年、大型個体で2年ほどと推定され、日本のミヤマクワガタやヨーロッパミヤマクワガタの生態にとても近い。成虫の寿命はおよそ2ヶ月ほど。飼育方法は日本のミヤマクワガタと同じく、冷涼な環境で行い、温度は摂氏25度以下が望ましい。ミヤマクワガタ全般のめに言えることで、 涼しい環境の必要性から飼育は難しい。アメリカ唯一の大型のクワガタということと、その優雅なフォルムで人気はあるものの、飼育の難しさと、成虫寿命の短さから、ヨーロッパミヤマクワガタと同等か、ある意味それ以上に飼育と入手が難しい種である。ありがとうございます。